対戦よろしくお願いします。お相手は37レベルのエースバーンにカジッチュというよくわからない構成になっていますが、エースバーンは最強個体じゃないと入手が難しい上、ミライドもいるので単純な旅パと侮ることなかれでしょうね。では早速行きましょう。今回密かに入国していたメレシー君です。はい、御三系ポケモンでもないのになんかしれっと入国しているのはディアンシーのまあ部下みたいな設定あるからですかね。はい、なので設定に従って入国できた珍しい一般ポケモンでありますが、舐めてかかると痛い目見るぜ。今回はそうだね、このメンツでいこうかな。よろしくお願いします。まあ、なかなかねオンリーワンの活躍ができるポケモンでもあります。さすがにディアンシーが相手となると劣化感は否めませんが、ディアンシーはランクマで使えないからね。今回はランクマに沿ったパーティーメンバーとなっております。ヌメルガン通常個体いくぜ。こいつは剣盾から連れてきた個体だ。では行きましょうか。一撃で倒されることはないと思うんだがね。トリックルーム、アクアテール。さすがメレシ、なんともないぜ。ヌメルゴン程度の火力ではね、どうにもなりませんよ。さあ、舐めてかかると痛い目見るってことを教えてやるぜ。今作のメレシーはタイプ1でボディープレスを打てるようになっていますからね。メレシーといえばまあ言うて火力は出せない感あったんですけどね。いくぜ、頭に握り拳。ヌメルゴンならまあ赤までは持っていくでしょう。失礼しちゃうぜ。ドーン、おし、ダメージ計算完璧じゃねえの。効かないね、まだまだいけるぜ。ボディープレス押していきます。ヌメルゴン君はなんか豊富な体力とか耐久面を意識して相撲を取るみたいなポケモンですからね。実はこれメレシー的にもそんなに嬉しい状況ではないですね。トリックルームのターンをしっかり消化されておりますから。ほう、ガモスッチジェムしっかりあるぜ。まあウルガモス君といえど4倍は痛かろうて、もちろんメレシーの方が遅いのでトリックルーム下では先手で殴れる一致火力4倍。さすがに硬いなガモス君。ボフー、耐えたぜ。やるじゃん。さあ謎の木の実で防御を上げていく。これでボディープレスの火力がどえらいことになっているぞ。しかしながらここで倒してもいいんですけどね。ステルスロックを巻いておくのも手かもしれないけど、ボディープレイいくぜ。さらに火力が上がっているからして、まあ最後のポケモンは後ろ2体に任せましょう。にしてもこいつあれだね、しっかり曲振りしてないガモスだったらなお耐えてくるの本当やばいな。ほう、ラスボスにふさわしいハドロンエンジン。ふむ、どうしましょうかね。ま、行こうか。ほう、テラスタル切ってきた。まあメレシーの戦い方はこんな感じですね。頑丈を持ちつつトリックルームが打てるっていう非常に珍しいポケモンです。なので挑発とかがあんまり流行ってないのならトリックルームしたい時には雑に使うことをおすすめできるポケモンですね。稲妻ドライブ、さすがに退場、よく頑張ったよ。お疲れ。さてこのまま戦ってもいいんじゃが、あれ俺弱点保険と思って持たせてるものがなぜか脱出するんですけど、これカーソルずれたか。うん、今プロコン使ってるんですけど、プロコンはたまに下入力化けることあるんでそういうことだろうな。
ミラーコート脱出とか何がしたいのかわからないことになるからな。先にこいつを出すしかないね。守る1ターン稼がせてもらいます。さて、え物理だと、え稲妻ドライブで、それは予想外オブ予想外。シャドーボー、負け筋ですよ。おいおい、シューティーの睨みつけるリーフストームかよ。基本だろ、死にそう。稲妻は回収しておいた方がいいかな、これ。あ？食べ残し。変に縛る方がやばそうなんですよね。いきます。剣の舞があったということは、稲妻ドライブ以外の技が、変な技あるかもしれない。ドラゴンクローとかがあるかもしれないんで、金縛りとか変に手食ったことをしてクレベース君の卓を減らす方が問題だね。ここまで体力減らしておけばさすがに自信で OK。 そう、今シャドーボー打たずに金縛りで、あ変な技打たれたってなったら、クレベースの自信で大丈夫かってなって、ミラッコーってなってドラゴンクローペってなったら負け筋だったんでね。いやー怖い怖い。自信ありがとうございました。稲妻ドライブ大丈夫、どんな一撃もクレベースは耐える。でトリックルーム下だったらクレベースはものすごく頼れるアタッカーになるんで、なので今回弱点保険型のアタッカーとして出す予定です。いや、よかったね、メネシーが頑張ってる試合で気づいて。よし、こっからっすよ。クレベースとか言ってたらさ、せっかくトリックルームの中で生き生きとする環境を用意したのに帰っちゃうんだもんなあ。危ね危ね。対戦よろしくお願いします。ウーラウスがいるね。まあなんとかなれ、なんとかなれ。でウーラオスが後から来た時のことは考えておかないと大変なことになるな。水流連打なんだよな。ってなったらサンダーでいいかな。よろしくお願いします。その他のポケモンのことの意識が低いんじゃないの。そんなもそんなも、ポケモンバトルそんなも。でメレシー君なんですけど、意外とヌメルゴンみたいなやつは実際苦手ですね。はい、なんでトリックルームをしてボディープレスの超過力を自ら叩き込めるようにはなったんですが、まあ本職の方々にはやっぱりかなわないところもありますので、とっとと退場した方が押しやすい空気になりますかね。なのでメレシ一体でぶち抜けていけるんだったらそれでもええけどってやつです。例えばサンダーとかに逃げられるとめんどくさいですね今回。よろしくお願いします。まあくまで役割をこなしやすいポケモンと思っておくのが吉ですね。読めない。ほう、君はこのメレシーに打点がぬわいのでは。ステルスロック、ほうか、火炎ボール頑丈破壊、気をつけろ。これはタイプ相性知らないとかじゃねえぞ絶対にな。なぜなら画面に効果今一つって書いてるはずだから。そう、これはわざとなんですよね。下手したらこっからアイアンヘッドが飛んでくるかもしれねえ。気をつけろ。アイアンヘッドはあるもんな。うん、テラスタルからのルームで攻め立てていくぜ。今回はメレシー回なのでメレシーに対してもテラスタルを存分に切っていきます。本来のプレイングではあまり進められた内容ではなさそう。サポーターに使うもんじゃねえからな。ですがこれで一転してアタッカーとかす。そんなーやってくれますねー。おのれおのれ、クレベース君がやばいことになっちまうじゃねえか。むしろエースバーンのステルスロックになっちまったのか。いや、それ以上の戦果だろ。行くぞ！やっぱ。え？何やってんのあいつ。どうぞ。帰っちゃったよ。どうすんだあれ。何やってんの？初めて見る光景だぞ。
エンターテインメントしてるのか。結局ステロスロックが相手の場に戻りましたよ。マイナス効果を相手に押し付けるとかそういう効果では。やっちまったガバじゃないですかこれ。対戦よろしくお願いします。というわけで、先ほどは悲しい事件があったんですけど、今回はやりづらいね。ボディープレスしようものなら化けてる可能性があるんですね。まあ初動の技で見切れると願いたいが、にしても水流連打って強いね。メレシー君臆病じゃない、陽気個体の水流連打なら多分耐えれますが、ハチマキだの玉だの持ってたら無理になるからね。テラスタルを切らないと仕事ができない可能性があるんですよ。可能性ってのが厄介。無駄に切らされてしまいになるかもしれないからね。天敵です。今回のタイプバランス的にもおそらく水でしょうし、にしても水多いね。なんでじゃろう。最初はちょっとだけ悪流行ってた気もするけどね。あ、神か。いや神か、ドレインキスでも知るもんな。わからねえ。まあ悪タイプ打ちたいやつが今環境にそんなにねえか。冷静に考えたらサーフゴー最近全然見ねえな。怖いな。なんだあのボール。よろしくお願いします。これは絶対にゾロワークだろこれはゾロワークですわ。捨てろ。はい、厄介なことしてくれるぜ。さーて、恨みつらみを受けてしまうね。ほいや、すぐわかるな。俺もゾロワーク検定にそろそろ受かるかもしんねえ。即交代します。言うてメレシーちゃんボディープレスマシンにはなるから、意外とスカーフ使いこなせる可能性ありますよ。特にデメリットだけとは言い切れ。まあお相手のあれは分かってるしな。ボルチェ、セグレーブを引っ込めた。でセグレーブ出してくんのか。本物だ本物出てきたぞ。よし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 、消えな。こいつはモノホンです。ではメレちゃん、こっからでも仕掛けられるだろう。トリックルーム、おぎやー、つららばり効かないね。効かないね。まあイカサマダイスですかね、このヒット回数は。ルーム、今回はスコータイでいきましょう。クレベース即お戻し。地震飛んできたら最高。全抜きの予感ですよ。いきます。おぎやー、おーやるねー。おぎやー、やるねー。あれ、運良かっただけかよ。ふざけんなじゃあじゃあふざけんな。くそー、なんてやつだ。ロッキーブラッシュ、トリックルーム化のクレベースのヤバさたっぷり味わわせてあげよう。逃げても痛いぞ。あんたの後続のタイプはまるっとお見通し。こいつの攻撃範囲の広さならどんなポケモンも逃さない。ゾロアクスだしだお前か犯人この野郎。行くぜ、ロックブラッシュ。うわすごいよく、うれうれ、よっしゃー、いいところで急所引いたな。有効かもしんね。まあ4発当たる保証もなかったしね。ナイス。さっき防御上がる木の実取られてましたからね。
この状況でウーラを救うんですか。悪じゃねえの。氷山おろし。ひるんだら殴り続ける。もう落ちても構わないしね。テラスタルは温存していきましょう。お相手のポケモン残り2体、トリックルームのターンは残り2。ここでむしろ一撃で倒してくれた方がいいかな。行くぜ、おろす。いい火力だ。暗黒鏡だ。ほう、一体何を見ている。ちょっと怖いね。おろしが当たらなかったらって思うと超怖いよなこれ。まあ信じるわ。状況は悪くないはず。格闘ないのか。まあ保険警戒とかもあんのか。いや分かんなくなってきましたね。まあですがバッチリ決めてくれましたね。歪んだ時空が元に戻り申した。さてセグレイブ君はどんどんステロが刺さる。痛そう。まあここは丁寧な地震で。お相手はテラスタルを切ってきた。何タイプになるかな。それを見てからこちらも動きましょう。電気。うわー麻痺入らねえじゃん。ちょっとしんどいな。サンダーで倒しづらくなった感もありますね。あそれはダメや。それはとっとこなめ太郎や。赤終わった。あれ俺がクレベースをとっとこなめ太郎だと。マジかよ。あいつ火力あんね。くぅ何をやっても耐えられなさそうだな。ボディープレス。そういえばこいつ一つの技しか出してねえな。つぶても打ってねえ。こいつこだわってんだ。なるほど。それならクレベースがぶち抜かれたのも納得ですね。熱風。でも正直熱風超怖いんだけど。あいつ熱交換ですよ多分。熱交換相手に熱風打つの超怖え。ダメージは入るんですけどね。てらば威力次第ではやばいっすよ。あ大丈夫だ大丈夫だ。よしもうボルチェン安定勝ちです。対戦ありがとうございました。よしなんだかんだメーシー君頑張ったよな。先発でクソみたいな道具を叩きつけられた割にはしっかりその後の勝負にも貢献してくれた。元の数値がいきましたね。いい試合だった。こういう試合はいいね。ちょっと不利なところから活躍するのが一番ポケモンの魅力が引き立つ。ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。まあお相手はバサギリですかね。うんバサギリですかね。まあメレシーから行きましょう。バサギリだったらもう間違いなくさアックス飛んでくるからさ、それ前提に構築しましょうか。レイスポス君が役に立ちそうで、あとは炎多いしね。クレベースで行っとこうか。よしまあ、メレシー君の使い勝手が思ったよりいいというか、さっきの試合があまりにも気持ちよくて、今、録画できてるかを確認してしまったよ。あれがボツになったらな、そう、いい試合が撮れたなって思った時に限って、録画できてなかったりするんですよ。これ、動画投稿者あるあるだと思う。それで心折れるんだよな。最近毎日投稿になってるんですけど、ポケモン動画。というのも、見てくださってる方がね、ありがたいことに追いついてくるもんだから、俺はもう全力で今、投稿して、その先を歩いています。うわーポンうわーポンって言って逃げているところです。はい逃げるな。
逃げるって言い方はなんか嫌みたいじゃん。もうどんどん見てって、まあ僕の動画ではなくメレシーの魅力を見てって。開幕から思いのぶち込んでやるぜ。お前格闘タイプには打点ねえだろ。バレてるよ。一発でかいのぶち込んでやろう。さすがに効かないね。いくぞドロー。もう向こうはバサギリ捨て気味でしょ。ステルスロック、インファイト、なんともないぜ。悪いな、私はトリックルームのターンを最大限に活用する。バサギリは使ってた側でもあるので、まあツバメ返しぐらいしかないでしょう。あったとしてね。ではトリックルーム、メレシー君100点の初動ありがとうございます。ダメージも素晴らしいですね。木の実がうめえな。さあ龍河で防御が上がって、さらにボディープレスの火力が高まる。しかもフェイントや何やらがあったとしてメレシーを落としきることはできない。さあぶっ飛ばして差し上げましょう。フェイント効かないね。行くぞマキシマムボディープレス。ワイヤー、あと3ターンにしてもこいつやるね。あんまり警戒されてないっていうのもあるんだろうね。でもこういうさ、放っておいたらやべえやつってほんと好き。ほう、災いしたな。テラスタルでゴーストでもない限りは問題ありません。ボディープレス、堤は防御やや硬いけど、テラスタルで等倍になってもまあきついんじゃね。ゴーストだったらびっくり仰天です。ゴーストとかある？格闘警戒でゴーストとかある？ない、おそらく落ちます。最終試合がメルシー無双は最高すぎるからお願い通って通れ、通らば強い。いいっすね、最高。相手が強ポケってのも嬉しいね。見てるか環境、この大式鉱物の輝きを勝ちましたね。See you。 にしてもただの起点作りから攻防攻撃的に化けるとは素晴らしい。対戦ありがとうございました。皆さんもメレシー存分に使ってあげてください。日本バレとかも使えるぞ。